旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日は美味しいのにリーズナブル、山形市の人気ランチスポット15選をご紹介していきます。さくらんぼで知られる山形県山形市、なんと市民のラーメン外食費が全国で1位なんですよ。そんなグルメと観光で人気の町山形市は、数多くのカフェがあることでも有名です。今回は評判のおしゃれ店をはじめ、美味しいのにリーズナブルな山形市の人気ランチスポットを15選でご案内させていただきます。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まず最初にご紹介するのはイル・クオーレ。イル・クオーレは幅広いメニューで評判の洋食店です。蔵王駅から車に乗って6分ほどのところに位置する3階建ての1階にあるお店。2段勾配のギャンブレル屋根が特徴的な建物が印象的で、丸太の縦看板と白いドアが目印です。店内は木だるが並ぶウッディな雰囲気。テーブル席と座敷席があります。お昼ご飯ならオムライスなどが選べるメインランチが人気です。夜はコース料理もありますが、要予約ですのでご注意を。シェアできるパスタとピッツァのコースがおすすめです。次にご紹介するのは蔵帯八あかり蔵。蔵帯八あかり蔵は古い土蔵をリフォームしたカフェ。山形駅から東へ歩いて約13分、白い2階建てのお店です。小さな木の看板と店頭の白い垂れ幕が目印。店内は柱や梁がむき出しになっていて、歴史を感じる雰囲気にあふれています。テーブル席と座敷席など合わせて30席ほどのお店です。ランチとしては手作りカレーやリゾットなどが人気なのですが、なんといってもおすすめなのが本日のヘルシーランチ膳。1日20食限定のメニューです。その他、こだわりのドリップコーヒーをはじめとして、タンポポや玄米コーヒーのノンカフェも充実しています。次にご紹介するのはエスカルゴ見晴らしの丘店。エスカルゴは外観も店内もとってもおしゃれな雰囲気にあふれたお店です。小さなお子様連れのご家族でも気兼ねしないで利用できる空間になっています。特注の釜で焼き上げるピザが自慢のお店で、その日の朝に仕入れた食材で作るランチが人気です。デミグラスソースハンバーグやサーロインステーキなど、お腹も満足できる美味しいメニューがたくさん揃っています。ふっくら優しく焼き上げられたシフォンケーキなど、スイーツも充実ですね。次にご紹介するのはグランロック。グランロックは山小屋風のウッディな外観が目印のお店です。店内は間接照明の柔らかな光が落ち着いた雰囲気を演出しています。ゆっくりと食事が楽しめる素敵な空間です。人気のメニューなのがロック風オムライス。トロトロの卵と自家製ソースが自慢です。当然にお味も最高、ボリュームも満点と大評判。さらにはシェフ一押しなのが自家製蔵王牛 100% の手ごねハンバーグです。パスタソースからスイーツのホイップまで、その全てを手作りで行う正統派のお店です。次にご紹介するのは金彦商店。金彦商店は魚屋さんが営業するお食事処。山形市日の見町に店舗を構えています。1階が魚屋になっていて、ここで注文してから2階に上がり、お座敷で食事をするというスタイルです。たくさんの定食をはじめとして、新鮮なお魚を使ったお刺身など数十種類のメニューが揃います。お昼の定食はどれもボリューム満点、それが驚きの低価格でいただけます。まさに庶民の味方のお店ですね。海鮮丼などの丼物も豊富な種類の新鮮な魚介が丼いっぱいに盛り付けられています。次にご紹介するのはあたご食堂。あたご食堂は山形県庁からほど近い場所に位置する昔ながらのお食事処です。地元の皆さんから絶大な支持を受けている人気店。テーブル席はもちろんのこと、お座敷席も備わっています。メニューはそば、うどんなどの麺類から定食類ととっても豊富です。その中でもボリューム満点の鶏から定食は、大盛りの唐揚げにご飯とお味噌汁がついた大満足の定食です。女性なら2人でシェアするのもいいかもです。甘じょっぱい味付けにご飯が進みます。次にご紹介するのはカシェルポポ。カシェルポポは山形市五十鈴にあるカフェで、蔵をリノベーションした可愛らしいレストランです。真っ白な外観と個性的な窓が目印。
店内には蔵の頃の面影が随所に残っていて、昔ながらの柱や梁が落ち着いた雰囲気を演出しています。店内は1階と2階に席があり、1階にはカウンター席もあります。おすすめはグリルチキン生姜とリンゴのピリ辛ソースランチ、前菜とスープもつきますよ。メインには自家菜園で採れたお野菜のグリルがたっぷりでボリューム満点です。次にご紹介するのは十一屋本店は山形駅から車に乗って8分ほどのところにある2階建てのレストランです。ドーマーのついた屋根裏風の塔屋が印象的な建物ですね。1階ではお菓子の販売がされていて、2階がレストランになります。テーブル席を中心にして100席が配置される広いお店です。こちらでの人気のランチメニューは半熟オムライスセットなのですが、その他のランチメニューも豊富です。オムライス、ハンバーグ、パスタなどの洋食から日替わりランチまで揃います。次にご紹介するのはピザリア。ピザリアは大自然に囲まれたイタリアンレストランです。本格的な石窯で焼き上げるピザが評判のお店。自家製栽培の野菜を中心にして素材にもこだわった料理が味わえます。豊かな自然とともに美味しいお料理を楽しむことができるお店ですね。本格石窯で焼き上がったピザは外はサクサクで中はもちもちの食感。薪には店舗併設の果樹園で栽培するサクランボ、リンゴ、ラフランスなどの木を使用しています。オープンテラスに座って自然の中のくつろいだ食事、素敵ですね。次にご紹介するのはカプリチョーザ山形エスパル店。カプリチョーザ山形エスパル店は山形駅に隣接する駅ビル商業施設エスパル山形の5階にあるカフェ&トラットリアです。真っ赤なファサード看板が目立つオープンエアのレストラン。エントランスの奥にはボックスやソファータイプのテーブル席などが80席ほど配置されています。お昼はパスタやピッツァにドリンクバーがついたランチが人気です。友達同士で行くのならお得な2名様や3名様セットがいいですね。女子会にも OK な使い勝手のいいお店です。次にご紹介するのはグロリアス。グロリアスは山形駅から歩いて5分ほどのところ、山形国際ホテルの1階にあるレストランです。リーズナブルなお値段で美味しいビュッフェタイプのランチが楽しめると評判の高いお店です。和洋折衷の本格的な料理に加え、サラダバー、ドリンクバー、デザートがずらり。人気の山形牛入りカレーや牛すじの煮込みなど、ホテルのシェフが腕を振るった美味しいお料理の数々が味わえます。曜日ごとにおすすめのメニューが登場するのも楽しみの一つですね。次にご紹介するのはランテルナロッサ。ランテルナロッサはブリックタイルの外壁と木製ドアが印象的な間口の広い平屋建てのイタリアンレストラン。山形駅から車で7分ほどのところにあるお店です。店内は高級感のある大人の雰囲気にあふれていてとてもいい感じですね。30席ほどのカウンターとテーブル席が配置されています。人気のメニューがプチ贅沢前菜ランチセット。お手軽なパスタランチも人気なのですが、たまにはこだわりの前菜3種盛りがついたちょっと贅沢なパスタセットもいいですね。次にご紹介するのは月コーヒースタンド。月コーヒースタンドはガラスで覆われた外観が目印のカフェです。山形駅前大通りに面したアクセス的にも最高の立地にあるお店。立ち飲みやテイクアウトをメインとしたコーヒースタンドなのですが、モーニングやランチセットメニューも用意されていて店内でいただくことができます。フードメニューはスコーン、キッシュなどのお食事メニューからチョイス。ランチでいただけるワンプレートは男性でも大満足のボリューム感です。次にご紹介するのはクラカフェ×ダイニングバークラシックカフェ。クラシックカフェは山形駅から車で7分ほど走ったところにある白い2階建ての土蔵カフェです。御殿石沿いに立つ商業施設の一番奥にあります。大正時代に作られた蔵が醸し出すレトロ感をそのままに和モダンに仕上げられたおしゃれなお店です。店内には1階と2階を合わせて40席ほどが配置されています。お昼は素敵なランチが食べられるカフェとして、夜はお酒が飲めるダイニングバーとして2つの顔を持つ人気のお店です。最後にご紹介するのはベビーティアーズ。ベビーティアーズは小高い丘にある閑静な住宅街の一角にある2階建てのカフェです。蔵王駅から車で6分ほどのところ、自宅の一部をカフェにしたお店です。コンパクトな店内は白を基調にしたおしゃれなインテリア、14席のアンティークな椅子が並びます。
東側の道路を挟んで公園越しに蔵王連峰が見られるロケーションが評判のカフェ。手作りのシフォンやチーズケーキといったスイーツも美味しいのですが、こだわりのパスタランチも人気です。ゆったりした時間が過ごせます。今回は美味しいのにリーズナブル、山形市の人気ランチスポット15選として山形市にあるランチの美味しいお店をご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。山形の大自然の中で美味しいランチをいただきましょう。もちろん食後のコーヒーやスイーツも忘れずに。せっかく観光で訪れた山形、美味しいものを食べながらのんびりとした癒しのひとときを過ごすのも素敵ですね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。